最悪だった平成時代、増税デフレーションで衰退した30年後編。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。先週からね、平成を総括するお話っていうことで、雑誌で平成デフレーションっていうのを、はい、まあ、出版してますから、まあ、そこで論じてたような話を、まあ、ご紹介するのも兼ねてですね、まあ、平成っていうのがどんだけ最悪な時代やったかというのを振り返って、はい、こう新しい身をお迎えするためにね、こうちょうどなんかおみくじで今日引いたらね、くくります。そう、だからみんなでくくりましょう平成時代を。梅の木かなんかくくって、はい、パンパンってやって、で次の新しい身をお迎えして、で次の神社で大吉引きましょう。そうです ね、その暗さを分かるためにも、平成の最初の頃って明るかったよなーっていうのが、あのプリンセスプリンセスのダイヤモンド、あの楽しい気持ちをちょっとまだ心に置きながら、はい、さあこれから地獄に入っていきましょう、ということでお話したいと思います。聞けば平成がまるっぽわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、最悪だった平成時代、増税デフレーションで衰退した30年後編。はい、ということでね、あの平成時代が始まるときは昭和の明るさ引きずってますよ、明るいですよと。だけど平成元年の頃から実は日本国家はつまずき始めたんだという話をこの間もしましたけど、はい、何でつまずいたかっていうと、平成元年に消費税を導入します。これが巨大な災いを日本にもたらします。禍根をもたらします。で、平成2年にバブルが崩壊します。はい。で、これでもう本当に日本がわやくちゃになっていく、まあ準備が整うわけですけど、この国内的に言うと増税とバブル崩壊なんですけど、国際的な方で見ると東西冷戦が終了したんですよ。はいはい。これもね、なんか明るいものだと思われてたんですけど、うん、これがね、地獄の扉を開いたんですよ。東西冷戦の終焉っていうのがね。はい。でもなんで地獄の扉を開いたかっていうと、アメリカが暴走し出すんですよ。アメリカ。うん。やっぱり東西冷戦で勝者じゃないですか、アメリカ。だからこれでもう、これで俺の天下やと。はい。ソ連も負けよったと、俺がこれでもう世界もう牛耳るぞと。はい。いうことになって、もううわーって暴れ出すんです。で、日本国内でも、これからはアメリカ様や、やっぱりアメリカ様についていけばいいんやということで、こっから日本はすごい国力持ってたのに、うん、もうあの、対米従属とか霊属って言われますけど、とにかくアメリカの、まあ、射程中が奴隷みたいに、もう完全にスネを貸していくわけですよ。はい。アメリカの。それまではなんとかね、こう、反対しようとしてたんですけど、ノーって言おうとしてたんですけど、うん、もう完全にこっからね、もう射程化していって、うん、アメリカの言いなりになっていって、日本ダメになっていくと。うん、いうこともこう、あるんですよね。ということで、はい、まあ、昭和時代に明るかったわけですけど、で、その明るくしてたには理由があったんですよ。日本がこう、ある種の温室に守られてたんですよ。温室。で、昭和時代は。ところが平成元年の増税導入、東西冷戦終了、バブル崩壊で、温室がパカッと壊れてしまうんですよ。はい。で、それはどういうことかっていうと、まずあの、冷戦構造に日本は守られてたんですよ。ああ、そう、ね。日本は、ソ連や中国とアメリカが戦うにあたって、特にソ連と戦うにために重要な不沈空母だったんですよ。アメリカにしたら。はあはあはあ、だから、日本が潰れたら、うちらやばなるからっていうことで、日本にこう餌やっとった状況なんですよ。はい。まあ、日本潰さんとこう。うんうん、日米機関車論っていう、まあ、実際に理論としてあるんですけどね。だから日本をこう守ってたところがあるんですけど、はい、ソ連おらんねんから、うん、お前もいらんわ、ちゅうようになったんですよ。っていうか、こいつら、俺らよりも経済の勢いあるやんけと。うん、こいつやばいな、これちょっと叩こうぜ、ちゅうようになったんですよ。で、平成2年に東西冷戦が終わって、アメリカの敵がソ連から日本の経済に変わったんです
そうなんですか。こっから日本経済ボロボロにされていくんですよ。味方やと思ってたのに。味方やと思ってたけど、もうボロボロになってくる。だけど日本の保守派はバカだから、うん、アメリカについてったらいいということで、アメリカの言いなりになって日本の国がぐっちょんぐっちょんされていくんですよ。その先兵が小泉純一郎であり竹中平蔵だったんです。っていうのがまあ後でねお話ししますけど。はい、でさらに言うと日本が守られてたのは右肩上がりの経済成長だったじゃないですか。はいはい。でだから日本人ってこう明るくて、まあ、希望を持ってたんですけど、バブルが崩壊してなんか日本経済ダメやっちゅうことになってしまうんですよね。うん、でさらにバブルが崩壊するし、やっぱり日本が成長してきたのは消費税がなかったからっていう側面があるんですよ。あ、消費税がないから消費がどんどんいくらでも拡大できて成長できてたんだけど、ね、消費税をやったもんだから消費に罰金かけたようなもんですから、うん、消費するなっちゅうことになって、でこれでもうダメになっちゃったんですよ、はい、だから消費増税、バブル崩壊、東西冷戦というので日本がこれからどんどん発展していくという基本的なメカニズムが壊れちゃったんですね、うん、でこっからさらに地獄が続きます。で、そうやって日本がもうあかんなーってなってた時に、はい、まだもう一個守られたのがあったんですよ。それはね、安全列島だったんですよ。安全列島？うん。要するにね、地震あんまなかったんですよ。高度成長期の頃って大地震って基本なかったんですよ。はいはいはい、はい。で、巨大な台風とかも、伊勢湾とか室戸とか終戦直後にはあったんですけど、高度成長期の頃には不思議なことにね、60年、70年、80年って、巨大地震も凄まじい、台風もなかったんですよ。うん、自然環境も穏やかだったんですよ。そうなんですか。社会環境、経済環境、自然環境も穏やかだったんですよ。みんな味方ですね。そう。ところが、この平成7年、95年に阪神淡路大震災で、はい、もう大被害を日本は被るんですよ、うん。そうですね。で、地震学者が言うには、はい、この95年で日本列島の地震安定期が終了して、地震活性期に入ったと言われてるんですよ。そうなんですか。ここから中越地震だとか、はい、熊本地震、東日本大震災、はい、大阪北部地震、うん、北海道地震、いっぱいありましたよね。でも立て続けにありました。そう。95年、平成7年の時に、日本が成長する一つの重要な条件だった、穏やかな自然条件ってなくなったんです。これも平成7年なんですよ。さらに言うとね、日本人の心も豊かだったんですよ、昭和時代は。はい。で、エリートはすごい頑張って、だから末は博士が大臣かとかつってね、一生懸命勉強して A 会社入って、はい、家族養うぞとか、日本に貢献するぞとか、僕は官僚になって日本の国を豊かにするんやとか、いやいや、俺はもう将来政治家になって大臣になって日本を救うんやとかね、インテリの人ってそう思ってたわけですよ。はい。ところがね、もうこの平成時代に入ると、もう経済関係もダメじゃないですか。で、アメリカに付き従いとかって言われてもね、アメリカなんてそんな暴力的だし嫌やと。いうのもあるし、なんか、エリートがどうしてか分からなくなったんですよ。うんうんうん、その象徴が平成7年に起こるんですよ。オウム事件ですよ。ああ。そこになんかインテリ、特にインテリのアホどもとかがね、うん、みんななんか、朝原祥子は本当のことを言っているとか言ってね、入信していくんですよ。しかも学者どももね、まあ、オウム真理教はね、立派なもんなんだよ、とか。あの、西部進ですら、僕の人、西部進ですら、オウムにちょっと甘いこと言っとったんですよ。なんかね、常識がなくなったんですよ。クライテリオンですね。うん。基準がなくなってて。だから、要するに、経済ダメ、外交ダメ、自然もダメだし、かつ、日本人の、なんていうか、精神性とか倫理性とか、常識も壊れてるんですよ。もう何もない。何もない。これで、その象徴が、オウム事件で、それでこのオウム事件っていうのは、だって、地下鉄でサリン巻いて皆殺ししよういう話ですからね。で、インテリどもが、もう世の中に恨みを持って、で、変な信仰宗教入って、サリンっていう化学兵器を作って、で、ばらまいて日本を転覆しようというようなことに、泣いてたんですよ。恐ろしいですね。要するになんか成長する四つがもう平成元年の時に壊れて、はい、これで日本人がどうしたいか分からなくなって、みんなあたふたしだしたんですよ。本当にクライテリオンがなくなって、どうしたいか分からなくなって、それで政治決定がどん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 変築になっていくんですよ。そこで、もうバブルが崩壊して経済がボロボロやのに橋本内閣で、うわぁ、もうこれから増税せなあかんねや、言うて、消費増税審理教みたいなもんがね、はあ、これはもう財務省、官邸、霞が関、永田町を支配してたんですよ。で、この時の状況は僕亀井静香さんにいろいろ聞きましたけど、彼はずっと反対してたんですけど、もうとにかくあれはもうね、もうなんかね、みんなそんなことをね、増税しなきゃいかんのだっていうようなことになっちゃってたんだな。
って言ってたんですけどね。クライテリオン名物出ました。クライテリオン名物。亀井静香さん。いや、本当にね、大衆増税しなきゃいかんっていうことにね、もうみんな言っちゃってたんだな。僕は何言ってもね、ダメだったんだな、こりゃ。っていうのも、消費増税心理教みたいなものが、はい、急に東大法学部でのインテリどもにこう広まっちゃったんです。これね、それに騙された橋本さんが、これ後年、増税なんかやったらあかんのに、やってしもうたから日本の国めちゃめちゃしてしまいましたって、反省の弁を語るようになるんですけど、その橋本さんが、その時分からなかったね、橋本龍太郎総理が、消費増税しちゃうんです。これで日本が大打撃を受けて、完全とどめをこう刺されちゃったことになって、もうこの翌年から日本は急速に下り坂を下っていって、僕らの所得は150万下がる。下流社会広がる。ちょうどこの頃ですからね。下流社会とか援助交際とか言われ出したのが。衰退途上国の始まり。そうです。もうこの橋本内閣が衰退途上国の最後の一手である消費増税を行ったんです。だけど、衰退途上国になる下地が平成の10年をかけてたっぷりできてたんです。うん、増税を導入し、東西冷戦が崩壊し、自然環境が不安になり、それで、ね、最終的にこれでもう罪ですわ。チェックメイト。はい。地獄に落ちて、言って、こう、崖っぷちから、ポンと押されて、で、ガラガラガラーっと今落ちている最中でございます。あー、上がりたい。よく登りたい、ね。やばいなとは分かりながら、まだ大丈夫だよっていうのがね、もう、手に取るように分かる楽曲を。クライテリオン、ラジオ表現者始まって以来、初めてちゃいましたけど、こんな感じの曲流すの。モーニング娘。の、ラブマシーン。藤井さとしのアルガママラジオ。モーニング娘。でラブマシーンお届けしました。これはなおちゃん知ってますよね。いやもう大好きでしたよ。好きですかやっぱ、はい。うん、この頃ぐらいから、うんうん、私もモームスファンにね、うちの娘のおさらもおむつ好きでしたからね。でもこれね、うん、歌詞すごくないっす。いやもう私ちょっとびっくりしました今。でしょ、知らんと歌ってたのに。つんくね、だから多分ね、その辺にある言葉平ってなんか適当に作ったりとは申し訳ないですけどね。まあそういうとこあると思うんですよ。でもこれ思想的にめちゃくちゃ深い詩になってて ね今日の話バッチリじゃないですか。なんつったってね、はい、どんなに不景気だって恋はインフレーションって言ってるんですよ。ここですよ。こんなアイドルの曲でね、インフレーションという言葉が出てくるんですよ、うん、だからねこの年はデフレになった2年目ですから、はい、なんかこうね、つんくんも知ってたわけですよ。もう世間デフレで不景気はやばいなーっていうの分かってたけど、なんとかこれをね自分の力で脱却してやろうって、これ、ね、一人アベノミクスですよ。モームスの力でこう、うん、デフレ脱却や、はい、まあ、気持ちは持てるんですけど、まあ失敗しましたけどね。いや残念ながらね。でしかもね、その次がねすごいんですよ、はい、明るい未来に就職希望だわー、もう就職なんじゃないですか、はい。明るい未来に就職希望だわってコミットメントこれしてますから。はい、これ一人アベノミクスですよね、これね。で、さらに次がね、僕ね、デフレの問題を人前で喋るときにいつも心で鳴り響いてるフレーズなんです。日本の未来は、ウォウ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 。世界が羨む。イェイ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 。これ日本の未来は世界が羨むということをツンクが言っているのは、はい、ひょっとしたら羨んでくれる状況じゃなくなるんじゃないかという恐怖があったからなんですよ。逆に言うと。で、実際そうなったじゃないですか。なりましたね。この頃は世界が羨んでたんですよ。間違いなく。だけど、これから不景気になって、デフレーションになって、なんか就職活動も厳しくなって、未来が暗くなると思ってるから、いわば、空元気出してるわけですよ、これ。ほー。ラブマシーンで。はい。で、それでなんとか頑張ろうぜ、ダメだけど、気持ちで変わるぜ、
って言ってるんです。だから俺たちはまだ世界から羨まれるはずだぜって言ってたんですけど、はい、まあ、つんくの心意気は正しかったんだけど、政治がアホでしたから、いや、 やっぱね、日本のデフレはね、いくらつんく先生といえどもね、官僚と政治家と学者がアホではね、さすがにラブマシーンは、ラブはインフレにできてもね、経済はインフレにできなかったんですよね。ちゃんと平成をね、終わらして、次につんく先生のこの恋はインフレーションを、日本はインフレーションの状況にね、していくように、これからしなあかんためにも、平成が地獄でやったのをもうちょっとコマーシャルな後も考えましょう。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、 KBS 京都からお送りしています。ということでね、平成10年からその前の年の消費増税によって、3から5へのパーセントへの消費増税で日本がデフレーションになって、はい、まあつんく先生がラブマシン歌ってやばいなと思いながら、これから大丈夫だぜとまだ楽観してて、でつんくさんもやっぱりね、でこれ聞いてる日本人も、この女の子らも、今ちょっとデフレで具合悪いけど、まあ言うても 2,3 年で元戻るやろうと思ってたんですけど、はい、そっから20年ダメですと。いやー、続いてますね10倍ダメですというのが続いてるんですけど、はい、それぐらいやっぱり増税っていうのは非常に深い災いだったということなんですよね。で、ここからどういうふうに日本が下り坂下ってるかちょっと振り返ってみましょう。はい。まずね、平成13年、このツンクのこのラブマシーンの次の次の年に小泉政権が誕生するんですよ。はい。で、この小泉政権が、もう東西冷戦が壊れて、アメリカが日本を敵やとみなして、日本経済にアメリカ企業をぶち込みたいと、虎視眈々と狙ってたんですけどね、アメリカは。はい。で、もう今、いろんなアメリカ企業がいっぱい入ってきてるじゃないですか。はい。で、そういうのが入ってきた、あの、きっかけを作ったのが小泉政権なんですよ。で、外国の企業がね、小泉さんの構造改革って言って、はあ、自由化とか、はいはいはい、グローバーリズムの始まり、そうそう、始まり、それを小泉がアメリカの CIA とかワシントンと結託して、小泉だけが延命するために、自分の政治権力を獲得するための、まあ、売国行為を、まあ、いわばね、ひどく言うと、はあ、ずーっとやって、でアメリカの要望に全部突き従ってったんですよ。で、アメリカはいつも年次改革要望書っていうのを日本に突きつけてて、こういうのやれって言ってたんですけど、はい、日本はそれずっと断ったんですけど、もう小泉はそれを見て、それ通りに政治を動かしてったんですよ。で、そっから日本っていうのは、もういろんなものがダメに、まあ、なっていくことになるんですよね。もうこれがもう日本がダメになっていくきっかけを作ります。で、彼が6年間やって、それでも日本の基本構造ボロボロになります。はい。それと同時に並行してあったのがね、平成13年ですけど、9.11 テロなんですよ。ああ。ここでさらにね、アメリカが本土攻撃をされた記憶がないんですよ。200年以上。はい、建国以上、戦争したことないけど、初めて大量破壊を外国にやられたっていうので、うん、これでイラク戦争をやって、で、さらにアメリカが疲弊して中東が混乱し、うん、で、それで日本に対する圧力も高めていき、そんだけど日本はアメリカの奴隷のように突き従ってって、小泉竹中改革が進められてって、地域社会が疲弊し、農業も漁業も中小企業も全部ダメになってって、うん、で、デフレが深刻化していっていくわけですよ。はい。で、そうやって日本ボロボロになるでしょ？なりますね。で、18年まで小泉改革があって、その翌々年に起こったのがリーマンショックなんですよ。リーマンショック。で、これね、もうリーマンショックでまた世界がむちゃむちゃになって、で、日本は、日本国内経済が、もうあの外人に取られてしもてるから、はい、もう全然ダメだったんだけど、日本がなんとか成長しようと努力してたのは、外人に買ってもらおうと。今、インバウンド来てますけど、はい、輸出増やすっていうのやったんです。で、輸出がね、もともと30兆ぐらいしかやってなかったのに、倍以上の80兆円とか90兆円、3倍ぐらいに膨らまして、はい、で、外人に物を売り飛ばすことを通して成長しようという、もうビジネスモデル日本が展開してたんですよ。なのに、リーマンショックで外人物を買わなくなって、うん、日本は大打撃、うん。世界で最も激しい打撃を受けた国とも言えるような状況になって、はい、これで日本のデフレはさらに、激しくなって。進んじゃった。行くわけですよ。で、もう政治も混乱して民主党になって、これでもういろんな混乱が起こっていくわけですよ。はい。で、橋本フィーバーだとか小池フィーバーだとか、もう要するになんかフィーバー政治。
こう、人気取り政治っていうのがどん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 日本で進められて、経済政策、社会政策、文化政策、福祉政策、インフラ政策、もういろんなものがもうぐちゃぐちゃになっていくわけですよね。はい、そのむちゃむちゃになった、その民主党政権下で起こったのが東日本大震災ですよ。でさらにこれで大きなもう被害を受けて、それで日本の最後の四日は技術力だけがあったはず、技術的信頼性は日本は世界一だと未だに思ってたんですけども、原発事故が起こって、その技術力ですら二流なのかということで、もうありとあらゆる地震を喪失したのがこの平成23年だったんですよ。でその時にもう日本どうしようもないわ、もう日本なんて未来はないわと思う時に誕生したのが安倍政権で、今国民は笑おうもすがる思いで安倍政権を支持してて、安倍政権がどれだけめちゃめちゃなことをやっても、その嘘をつこうが公文書を偽造しようがデータを悪くしようが、もうなんかもうとにかく安倍支持じゃないですか。それはね、もう日本もダメやから安倍さんなんとかしてくれというね、笑おうもすがる思いで安倍さんに頼っている中で、消費増税がさらに進められ、アベノミクスと言いながら公共事業あるいは財政政策を進められず、デフレはどんどん深刻化し、しかも今年消費増税をさらにやろうとして、日本はさらなる地獄の深みに、もう日本海溝に沈んでしまうんじゃないかというぐらいめちゃめちゃな状況になっていって、ね、デフレ脱却って言ってるのに、なんで増税ってなるんだって思いますね。いやもう本当にそうなんですよ。そうやって今や京都の街は、昔はね、ちゃんとしたホテルばっかりで、ビジネスホテルばっかりになって、もう外国の方全然いなかったのに、インバウンドとかで安い餃子とかね、まあ食べてくれはったらええんですけど、まあそんなんだとかで、援助交際は広がるし、梅毒は流行るし、所得は150万以上下がるし、成長率は世界最下位やし、アジアでトップやないし、もう凋落していくし、ロシアに北方領土、って言うことすら言うなって言われて、中国に尖閣取られそうなって、挙句の果てに隣の韓国にまで挑発されて、もうどうしようもない状況になってると、はい、もう聞きたく耳が痛いです。日本の未来は世界が羨むという状況には、つんく先生すいませんなりませんでした。ということで、はい、ちょっとハガキ一枚紹介してもらえますかね。わかりました。はいはい、こちら、ブレラさんです、はいはい。番組が始まった時、藤井編集長が2018年、今年は危ないと言われていたこと、本当に当たっていましたね。当たっちゃいましたね、去年はね。はい。2019年はどんな年になるんでしょうか。これはね、どんな年になるかっていう予想すると地獄です、今年も。いやいや。だけど、新しい時代が来るじゃないですか。はい。もう一度ね、あのツンクのラブマシーンをもう一回新しく、うん、もう新しい時代にもう一回かけ直しましょう。そうですね。どんなに不景気だって恋はインフレーションなんだから、はい、ね、日本の明るい未来に就職希望ですよ。日本の未来は世界が羨む状況、もう一回作りましょう。これをね、だからまあいわば30年かけた最後の大晦日ですよ。今がね、30年かけた、もうとりあえず笑ってはいけない大晦日みたいなもんですよ。もう最後にもうめちゃめちゃ大騒ぎして、で新しい時代を明けましておめでとうございますというのをお迎えして、新しい時代で、これをね、我々の決意がね、ちゃんとすればね、日本の未来は明るくなります。はい、V 字回復元年、うん、これが2019年の予想希望、どっちかわからないですけど、2019年だとだけ申し上げて、はい、まあ今日の番組は終わりますかね。表現者クライティリの最新号がね、今発売されております、はい。こちら書店であったり、インターネットでご購入できますので、ぜひ、表現者クライテリオンと検索をしていただきまして、はい、オフィシャルホームページなどご覧になってください。はい、そして番組では、藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。はい、ぜひね、質問いっぱいください。はい。もうね、なんか質問コーナーだけの日とか作ってもいいですよね。あ、今日は1から10まで質問に答えるみたいな。うんうんうん、もう答えて答えて答えちゃうみたいなね。もう皆さん日頃思っていらっしゃることをね。そうそうそう、もうあるがままに答えますよみたいなね。はい、もう何でもやりますぜ。ぜひいっぱい送ってきてください。ね、お願いします。よろしくお願いします。はい、メールアドレスですが、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。はい、それでは編集長、ありがとうございました。でもね、今年こそ明るい日本の都市 V 字回復元年になるということを、はい、こう記念しまして終わりたいと思います。はい、それではまたそういう祈りとともに来週月曜日までお別れしたいと思います。来週月曜日午後9時半まで。さよなら。さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、
北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。